日本にはない切手、海外からお手紙が届きました。はい、こんにちは、こんばんは、駿河です。今日はブラジルからお手紙が来ております。なんと人気 YouTuber のサンタナさんからお手紙をもらいました。下の方にサンタナチャンネルのリンクを貼っておきますので、興味がある方はぜひご参照ください。サンタナさんは日本の文化や日本の歴史、日本のグルメを YouTube で発信をしている YouTuber でございます。なんと手紙の中にはこのようなステッカーが入っておりました。サンタナチャンネルのステッカーでございます。そしてさらにお礼状も入っておりました。いやー、サンタナさんからね、はじめね、メールをもらった時はね、ステッカーを送りますという話が来た時は僕も非常にびっくりしてしまいました。で、その理由を聞いたら、感謝の気持ちで送りたいということを言っておりましたので、僕も断る理由がなかったので、なので今回はステッカーを送ってもらうようにお願いをしました。今日の動画はね、これこのサンタナさんのステッカーが来たので、なるべく早く動画をアップしてあげたいかなと思って、今日はサンタナさんのステッカーが来たよという動画をアップしました。サンタナさん、ステッカーありがとうございました。 YouTube やリスナーの皆さん、そして YouTuber の皆様、これからもよろしくお願いします。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録、お願いします。